どうも D コレクションのニッチです。今日はきれいめなアイテム、カジュアルなアイテムについて、より具体的に解説していきたいと思います。前回の動画でですね、きれいめとはかしこまったシーンで着用する服、カジュアルとは気軽にくつろげて動きやすい服というふうに、分類させていただきました。本日取り上げるのはこの中で着心地の部分ですね。フィット感のある着心地、ゆったりとした着心地、サイズ感の部分ですね、こちらについてお話ししていきたいなと思います。すでに分類はされてるんですけれども、細身でフィット感のある着心地、タイトな着用感ものになればなるほど、きれいめになりまして、ルーズな着用感になればなるほど、カジュアルになります。シャツですとかチェスターコートなどの、ロングコートですね、こういったものは基本的にはきれいめなアイテムになるんですけれども、オーバーサイズなどの、ルーズなシルエットのものになるときれいめすぎない、カジュアルな要素が加わることできれいめになりすぎない、要は堅苦しくない印象に仕上げることができます。そしてデニムですね、カジュアル代表のボトムスと言ってもいいと思うんですけれども、デニムは基本的にはカジュアルなアイテムになります。そのデニムの中でもストレートデニムだったりとか、デニムのワイドパンツというようにややゆったりとした、シルエットのデニムに関しては、細身のデニムスキニーよりもシルエットが緩い分カジュアル感が強いということになります。はい、本日もきれいめとカジュアルのバランスについてお話しさせていただきました。もう一度おさらいをしますと、細身でフィット感のある着心地、タイトな着用感に関してはきれいめ、ゆったりとした着心地、ルーズな着用感、サイズ感に関してはカジュアル、着用感、サイズ感に関してはこのように分類することができます。基本的にきれいめとカジュアルというのは前回の動画でお話しさせてもらったように分類することができます。ただ今日お話しさせてもらったサイズ感の部分ですね、トレンドでビッグシルエットだったりとかルーズシルエットというものが非常に人気ですけれども、このサイズ感を工夫することできれいめな印象、硬すぎる印象を和らげたりですとか、過度なカジュアル感を抑えたりすることもできます。おしゃれ初心者と言われるような方々はですね、このきれいめなアイテムを取り入れることでちょっと堅苦しい印象になっちゃうんじゃないかと、不安に思う方が非常に多いんですけれども、このシルエットの部分で工夫していただくと、きれいめなアイテムも取り入れやすくなるんじゃないかなと思いますので、是非この動画を参考にしてみてください。本日もご視聴いただきありがとうございました。